どうぞよろしくお願いいたします。不相型超度級戦艦姉の不相です。妹の山城友どもよろしくお願いいたします。ルールを守って楽しくデュエル、ゆっくりです。今回はいろんな艦を使ってみようということで、編成はこんな感じ。いい天気ですね。さて、というわけでイベントマップに、ルンバ沖海域です。今回のマップは野戦マップなので、従順と駆逐艦が特に活躍してくれるでしょう。出撃いたします。ユラちゃんはマジユラちゃんなので入ってますが、野戦で行動できない軽空母の千代田さんが入ってるのにもちゃんと理由があります。運用の理由は後で説明します。今回のこのマップ、実は友人がニコ生で放送してるの見ちゃったんですよね。というわけで最初から様子見なしでがっつり攻略モードです。このマップから、フラグシップが出てくるので、結構怖いです。野戦は誰でも一発大破してしまう可能性があるので気が抜けませんね。そういえば1インチって何センチぐらいですっけ ?1.3 ぐらいだっけ。さて、空母を入れたことで、S 判定が絶対に取れないという欠点がありますが、まあ、イベントマップの経験値は大したことないので、いいかな。全ての戦いが終わってしまえばいいのに。松木です。張り切って参りましょう。張り切って参りましょう。さて、ここからルートがばらけます。ウィットカにもルート分岐の情報いくらか載ってましたが、分岐条件あんまり確定してなかったかな?と思って編集中にウィキ確認してみましたが、結局分岐条件わからないままのところが結構あるみたいですね。完全ランダムではなくてある程度の法則性はつかめてるみたいですが、ボス前まで無事来ることができました。が、イベントマップの最後の分岐はランダムが多い気がするので油断はできません。夏のフアックイン株箱を私は忘れない。おっと、戦艦こそいませんが、色づき含め従順が3隻いますね。野戦の従順はほとんど戦艦と同じぐらいの戦力なので、要注意です。ね、言ったでしょ?そして、反撃のシェルブリッド。なお、ウプ主はスクライド見たことない模様。見てみたいとは思ってるんですけどねー。もし見るとしたらレンタルかなぁとも思うんですが、全部まとめて借りるとお金かかるし、かといって一つずつ借りると続きが気になるし、そもそも見る時間そんなに取れないような気もするし。そんなこと言ってる場合じゃなかった。実況しましょう実況。勝利か。普段からしてないじゃないかって?何?聞こえない。上にあるアイコンなんでしょう?大地戦ってことかな?お、ボスいったー。陣形はボス戦なので単獣陣。さて、どんなものかな?西村艦隊の本当の力、見せてあげる。と、ここで後回しにして多空母を入れてる理由を説明しておきましょう。野戦マップの一部のマスでは野戦から抽選に突入することがあります。条件を満たした場合強制的に抽選へ移行するのですが、その条件というのが敵艦の2、3隻目どちらかが中杯内の体力で生存していること、なのです。今回は昼まで行かなくても落とせましたが、抽選まで入った方が攻撃回数も増えるので、その分期間を落とせる確率は上がります。仮にこちらの攻撃1発で敵が沈むと考えた時に、空母を除く5隻で攻撃すると、3分の1で2、3隻目のどちらかが残ります。さらに攻撃の外れや期間が1で仕留められない可能性を考えるともう少し高いかもしれません。ただ、かばうパターンがあるので正確な確率はわかりませんが。というわけで、野戦での攻撃回数を減らし、かつ抽選で活躍してもらう。予定だったんだけどそういえば優勢たに付け替えたまま忘れてたみたいです。次の出撃前にちょっと装備付け替えます。そういえばちゃんと見てなかったけど、
相手の機関のスペックってどのくらいだったかな？基本的には体力火力高め、装甲は従順化戦艦クラス、ってところかな。手法の火力だけは自慢なの。え？ともあれ、多少の損害こそ出ましたが、ボス戦では S ランク勝利。この感じならクリアも時間の問題でしょう。と、思っていたのか？やめしろ。マジックカード発動。拡散する波動。え、え？何これ？私何も聞いてないよ。言ってないからな。いや、ちゃんとそういうことは教えてよ。あ、左下ユラちゃん大破してる。いやー、教えてない方が面白くなるかなと思ってな。いやいやいや、それじゃ実況できないでしょ。そもそも普段から実況なんてしてないのぜ。まあ、それはそうだけど。っていうかこういう、実況なんてしてないじゃんネタって結構いろんな人が使ってるわよね。まあそもそも、実況ってのは本来、そのままの状況をわかりやすく説明することだからな。意味通りに考えれば、解説動画の方がよっぽど実況動画なのぜ。そうなの。で、そんな豆知識はいいのよ。どうしてこうなった？ああ、そうだったな。まあぶっちゃけて言えば、戦闘以外省いて倍速かけても1時間近い動画とかまとめきれないから垂れ流したぜ。ってとこなのぜ。まあ、圧縮率高めなのに元データが8ギガとかあったから仕方ないよな。設定間違えてるとかではなくて？気になって確認してみたんだが、設定はちゃんとしてるんだよな。ただやっぱり重い気がするから、どこか間違えてるとこはあるかもしれないのぜ。で、こういう風になったと、周波対波とカットインエフェクトぐらいしか判別つかないじゃない？そうだな。詳しく見たい人はフルスクリーン表示にして4回見直すといいのぜ。で、結局のところ、戦況はどうなってるのよ？3回戦で機関を落とした以外はことごとく途中撤退か、ボスに攻撃しないまま終わってるな。2回戦、6回戦は野戦で綺麗に2、3隻目をぶっこ抜いて野戦で終わってるのぜ。空母作戦かっこ笑い。やめたげてよ。それにしても、4画面で実況なんてほんとどうすればいいのよ。ウプ主は4画面分同時に喋らせて、聖徳太子育成動画にでもしようかとも考えてたらしいんだが、それをやると、字幕をつけないといけない上に会話量が4倍になるから、同じ動画の長さでも作業時間は4倍になるな。とある動画で4分割ゆっくり実況してるの見たことあるんだが、あれはほんとすごいと思うのぜ。4人同時に喋って会話が成立しつつ、ちゃんと聞き取れて、なおかつ面白くないといけない、と。ウプ主には無理ね。断定してやるなよ。事実だが。まあそもそも、あんまりネタも知らないしね。そろそろ動画も30本目ぐらいだっていうのに編集も相変わらず適当だし。今日のウプ主バトウスレはここですか？むしろ動画全部が大体そうよね。おい、ウプ主ボイス担当。本編出てきちゃダメだろ。字幕で我慢するのぜ。ダメなのぜ。そうやってだんだん登場を増やそうったって、そうはいかないのぜ。帰ったか。っていうかスヨボーンってなんなのぜ。そのあたりは気にしたら負けよ。次はきっとショアーンっていうはずだから。あら、ショアーンが先だっけ？霊夢までわけのわからんことを言い出したのぜ。そんなことは置いといて、そろそろ実況しましょう。実況。つってももうそろそろ終わるけどな。え、嘘でしょ？2時間の動画8倍で流しても15分だからまだまだ動画はあるはずじゃ。そこはあれだ。15分に収まらないから、前編と後編に分ける。え、嘘？待って、待ってよ。
まあ、おとなしく諦めるんだな。それじゃあ、ご視聴ありがとうなのぜ。ちょっとー。